いわゆる旧統一教会の被害者救済法案を巡って今週、永田町は大きく揺れ動きました臨時国会が召集されてから1か月以上第2次補正予算案の成立など課題が山積する中今、政府・与野党ともに奔走しているのが旧統一教会の被害者救済のための法案です。 私自身旧統一教会の被害者の方々と内々お会いをし凄惨なご経験直接お伺いをいたしました政治家として胸が引き裂かれる思いがいたしました政府として被害者救済と再発防止のためにさらにペースを早めてさらに範囲を広げて新たな まあ法制度を実現に取り組む決意をいたしました。8日記者団を前に決意を語った岸田総理ですが、政府が動き出すまでに与野党間では右き曲折がありました。我々もここからは与野党の枠を取り払ってですね、国会として成案を得て早急な結論を得たいというふうに思っております。 高額献金や霊感商法による被害者の救済に向けて党の垣根を越えて始まった与野党の協議会。ところがやるやると言っていながらですね、その条文はできないと。まあ非常にまたその交代をしてしまったなというふうに思います。いずれにしても膨大な質問が来ました。野党側がマインドコントロールの下での寄付を。 家族などが取り消せるよう、新たな法整備を目指すのに対し、与党側は、憲法が保障する財産権や自己決定権を侵害する恐れがあるため、慎重な姿勢をとっていることなどから、隔たりが生まれてしまったのです。与野党の動きのペースが鈍化し、国会の会期も半分以上過ぎる中、タイムリミットが迫ってきたところで、今回、 政府が動き出しました消費者庁に法制検討室を設置し警察庁、法務省、文部科学省といった関係省庁からも職員を派遣して検討を行っており現在、この検討室職員の増員も進めているところでありますさらに、自民党の茂木幹事長も野党各党の幹事長らと会談し進法成立のために お願い案議を行いました早期の成立に向けてご協力をお願いしたいこういう要請をさせていただきました一方でこれまで与党は立憲民主党日本維新の会と協議を進めてきましたが国民民主党との実務者協議が行われるなど新たな動きもあります12月10日の会期まで 残り1ヶ月とタイムリミットが迫る中今後の焦点は各党がどこまで足並みを揃え憲法が保障する財産権などの部分をクリアできるかというところです。